あれはおぼろ、ノマドの幹部だ。こんなところにいたとはな。だが好都合、このままつけさせてもらおう。大魔人臭い悪臭をそんなにプンプン撒き散らして、一人になったら襲う気かと思ってたのに。もしかしてそれで本気で隠れてるつもり？はぁ、大魔人の質も落ちたものね。気づかれた？いつの間に？いや、ブラフじゃないのか。そうだ、ここは様子を。そちらから来ないのなら、こっちから仕掛けるわよ。さすがにそこまでふぬけってわけじゃないのね。だけど、この程度？無様ね。アサギや知らぬいは一体どういう教育をしてるんだか。仕方ないわね、私が教育をしてやるよ。どうしたどうした、攻撃し続けな。もたもたしてるとその間に仲間が死んじゃうかもしれないわよ。ほらほらほら、攻めろ攻めろ攻めろ。
あら、そこ、なってないわね。はい、教育的指導を。でも、この数はちょっと、思ったより面倒ね。よいしょっ。これで全員かしらね。メイドの土産に見せてあげるわ。私の忍術、催眠刻印をね。なんだ体が。弱い奴らは弱い奴ら同士で楽しみな。やめ。違う。これは勝手に。嫌だ。こんなことさせないでくれ。これよこれ、面倒な仕込みをした甲斐があったわ。楽しい時は長くは続かないものね。そうそう、今回の剣の落とし前をタイマ人どもにはつけてもらわないとね。それにどうしてこんな、どう見ても諜報専門って感じの部隊を私に差し向けてきたのかもね。